ケネス・レイン・トンプソンは、アメリカの計算機科学者。ハッカー仲間からは、ケン・トンプソンと呼ばれている。長くベル研究所に勤め、ユニックスのオリジナル開発者の一人であるほか、B 言語の開発者としても知られている。他にも、正規表現、初期のテキストエディタ QED とエドの開発、コンピュータチェス、GO といった業績がある。アメリカ合衆国のルイジアナ州ニューオーリンズで生まれる。 15人の有名プログラマのインタビューをまとめたコーダーズアットワークでインタビュアーのピーター・セーブルのどうやってプログラムを学んだのですかという質問に対し私はいつも論理に魅了されていて小学生の頃すでに日地方などの算数問題を解いていたそれは単に私が魅了されていたからだと答えているカリフォルニア大学バークレー校で 電子工学及び計算機科学の学士号と修士号を取得する。修士課程の指導教官はエルヴィン・バーレカンプ。大学の後は AT&T ベル研究所に所属した。1960年代当時、ベルケンはムルティックスシステムの計画に参加しており、その一員としてシステムプログラム等を開発した。ボンというプログラミング言語も開発している。その後、 a t t が m u l t i スプロジェクトから離脱したため関与していた書員も同システムから離れることとなるがその経験の一部はデニス・リッチーらと共に開発し後には広く使われるようになったユニックスに生かされているまた1969年頃ユニックスの開発と並行してシステム開発向け言語の B 言語を設計しそれを元にしてリッチーが C 言語を設計した。ツール類では CTSS 上でテキストエディタ QED を開発している。QED では文字列検索に正規表現を使うことができた。後に開発したユニックスの標準エディタエドも同様である。正規表現処理ルーチンはライブラリー化され、ユニックスや他のシステムの文字列検索で広く使われるようになったため、以前は 理論言語学書など限られた間での専門的な記法であった正規表現はコンピュータのユーザーに身近な品用されるものとなった。ベルケンではその後ユニックスに続き分散オペレーティングシステムプラン9に携わっている。プラン9関連ではロブバイクと共にユニコードの文字符号化スキーム及び文字符号化形式の一つ UTF-8 の発案者としても知られる。 ゲーム研究プログラミングの分野では、JH コンドンと共に、ベルというチェスコンピュータの開発に携わり、コンピュータチェスの世界チャンピオンとなった。また4から5コマのエンドゲームの終盤テーブルベースを開発。このテーブルベースを使うことで、チェスのプログラムは一度テーブルベースに保存された局面に到達すれば、完璧にゲームを進めることができた。 あとに終盤に強いチェスプレイヤーのジョン・ロイクロフトの助力を得て終盤テーブルベースを CD ロム化して配布したことがある。2000年12月1日にベル研究所を去り、2006年まではエントリースフィア・インクでフェローを務めた。2015年現在はグーグルにディスティングイッシュとエンジニアとして所属。グーグルでは語言語などに携わっている。ありがとうございます。